肺がんを克服、木村美昭さん、58歳。伝説で有名な養老の滝がある町の方で、肺がんをこの健康法で克服された男性木村さんに、今日に至るまでの経過を話していただいた内容を紹介します。私は、農家の長男として生まれ、家業を継ぎ、椎茸栽培を主とした農業に従事しております。両親は、三年前の暮れ。 時期を同じにして他界したのですが、それまでの母の地方と寝ついた父の世話は言葉に言い表せないぐらい大変だった。仕事の合間を縫って、両親の食事そして身の回りの世話をしながらの生活は不規則で、いつ何があるかわからない不安が精神的にも肉体的にも負担となり、体に変調をきたすようになりました。両親が多した翌年には、 咳と痰が激しく出て、まるで、喘息患者のひどい症状が続きました。10月には、保健所の定期レントゲン検診で異常あり、再検査をしてくださいと言われ、2度目のレントゲンを取りましたところ、胸に白いものが写っているのが確認され、私も含め、その時に、2度目の再検査をした20人前後の人は、病院で精密検査を受けることになりました。 1>, 1ヶ月近くも入院しているのに病院ではなかなか進まない検査に「先生もっと早用検査できんのか」と言ってしまいそれからは肺に缶を入れて覗いたり胸の上から針みたいなものを刺して細胞を取ったりして苦痛な検査を何度か受けましたちょうどその頃、見舞いに来てくれた古い友人からこの健康会のことを知り ぜひ一度行ってみたいと思った。しかし、自分では、おそらく癌だろうとは感じていたが、まだ、はっきりそうだとは聞いていなかったので、主治医の先生に、先生、検査の結果を聞かしてくれ。はっきり癌なら癌と言ってくれ。と問うたところ、先生は、私の肩に手を置きながら、木村さん、実は肺がんや。この病気は、 100%手術せんと治らん。手術は、早ければ早い方がいい。手遅れになる前に、手術をしましょう。と言った。冷静だったはずの私も、その時だけは、一瞬目の前が真っ暗になり、俺の命も長くて3年か、と思いました。というのが私の知っている人たちが、癌で手術をして、また再発し、 また手術をしてそして死んで帰ってくるのを何人も見てきたからです。なんとか切らずに助かる方法はないかと考え、健康会に相談に行くことに決めました。その日は金曜日だったので、外出届を病院に出して、一時自宅に戻り、翌日、妻と友人の車で健康会に行き、先生のお話を聞くことになりました。ご相談は 奥の部屋で受けますので、中に入ってください。ここは、病院とは違いますので、奥さんもご一緒にどうぞ。と言われ、中に案内されました。先生の質問は、食事は何が好きか。普段汗はよく出るか。などと、こんなこと聞いて、病気が治るのかなぁ。と、最初は思っていましたが、体の中の毒素のことや、 病気になった原因の話を聞いているうちに、私にもよく理解できてこれだ。と、その時思いました。しいたけ作りは、日の当たらないところで栽培しなければ、しいたけが育たない。夏も涼しくしなければいけないので、年中、私は、しいたけ作りに、適温の涼しいところで仕事をし、流れるような汗をかいたことがなかった。 汗が出ない割には肉食が好きで、たくさん食べていた。夕食前に、酒の魚に、スルメイカを一匹食べるなんとも思っていなかった。これでは、体内に、老廃物が多くたまり、病気になっても当たり前だと、分かりました。そして先生が、木村さん、ストレスも多かった、みたいやなあストレスがあったら治らんよ。と言われ、 精神的なことまで私の心身を見透かされ、この先生の言う通りにしとったら間違いない。と感じました。横で病院で手術した方が安心じゃないかと小声で話しかける家内にお前は黙っとれ。俺は手術は1この健康法をやる。と怒鳴ったのも直感的にこの方法で。 自分の病気が治ると納得できたからです。よし。病院を抜け出そう。と決めて、早速行動に移しました。次の日は、日曜日で、病院内は物音も少ない。看護婦さんの少なくなる夜になるのを待って、手荷物をまとめ、こっそりと夜逃げするように抜け出し、翌日からは、摂取と健康会に通う日々が続きました。 1>, 1ヶ月半が過ぎた頃、それでも、やっぱりがんが大きくなっているのか、小さくなっているのかわからないので、夜逃げした病院に行くのは足が重かったが、頭を低くして CT を取ってもらうことにしました。木村さん、入って。という不調さんの声に、主治医の先生にまず謝らないといかんと思い、先生、すんませんでした。何も言わんで抜け出して。 と、言うと、先生は、よかったなあ、あ木村さん。きらんでよかった。と、先生が、大きな声で言われて、CT の写真を見る前に、これは、良くなっているに違いないと思いました。写真を見てみると、やはりがんが小さくなっていた。先生、半分ぐらいになっていますね。と、言うと、先生は、半分より小さい。 3分の1やなぁ。と言われ安心された様子だった。がんは100%切らな治らん。と言われた先生に切らなくてよかった。と喜んでもらい、ここで私は思いました。がんは治る。治せる病気やなぁ。と、その後は普段の生活でもこの健康法をしっかり実行し、穏やかな月日が経ちました。 そして10月、毎年ある保健所のレントゲン検診の案内が来ました。病院でやってるから行く必要はないが、無料で受けられるからと思って保健所に行ったところ、受付の人がびっくりした顔で私の顔を見る。まだ生きとるよ。と冗談を言ったつもりが、相手は真剣に。去年、あんたと一緒に2度目のレントゲン検査を受けた。 20人前後の人のほとんどが亡くなっとるぞ。と言われ、今言った冗談が笑い話で済まないことに気づきました。一緒に、2度目のレントゲン検査を受けた人の中には、同じ地区の人もいて、早く、この健康法を教えてあげればよかった。と後悔しました。それから半年ほど過ぎ、農繁期に入り、健康法も少しサボり気味で。 飲食していた肉や魚も元気をつけないといかんと考え食べるようになったらどうもがんの方も元気になったようで病院で診てもらったらやはり前回より少し大きくなっていた主治医の先生が「木村さん2ヶ月後にもう一度 CT を取ろうかこれより大きくなっていたら入院せないかんぞ」と言われこれはいかん と思いもう一度気を引き締めて健康法の実践に努めましたそして2ヶ月後 CT の写真を見ると今までに一番小さかった時よりもまだ小さくなっていてこの健康法をしっかり守っていっていればがんは消えてなくなる」とそこで確信を持ちました今では新しい人にお会いするびに自分の体験を話しています 私も拾われた命ですからこれからも一人でも多くの方が悲しい思いをせずに済むことを願って少しでもお役に立てればと思っています木村さんの場合仕事がしいたけ作りということで年中暗く涼しいところで過ごしていたために汗をかく機会がなく皮膚呼吸が悪くなっていたことがまず大きな原因だったと考えられます さらに不規則な生活を強いられてストレスがたまる一方食事は肉食が好きで偏った食生活をしていたことなど病気になる典型的な生活スタイルだったわけですねしかしこの健康法を始めてからは日々の生活においても努めて汗を出すようにされたことや食事を徹底して改善されたことなどがそうこうして効果を上げたのではないかと考えます 風呂にに入っても、十分に汗を出す。食事も最初の1年間は動物性食品を一切止め鰹つお節一切れたりとも食べなかったと言います美和温熱法人度構性体質の健康法を参考だけに頼るのではなく毎日の生活を健康法に専念した努力が今の健康を導いてくれたのではないかと思いますここで、 皆さんにも参考にしていただきたいことは、ちょっとした意識の改革で、自力で健康をつかむことが可能だということ。病気と健康の境は、ほんのちょっとの違いに過ぎない、ということです。ただそれができるかできないかだけの差だということを感じ取ってほしいのです。